着きましたね。兵庫駅。アクセントは標語になるのかな？後ろにアクセントが来るのかな？へぇー。面白いね。なんか、中華オンリーで使ってるのか、ロープが貼ってあるんですね。深海とか止まらないのか。よしよしよし。よし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 。あ、そこか。こんな感じで。アラミタキ専用乗り越し生産機とかあるんだ。で、一緒に。はい、アラミタキから生産機をとか。で、兵庫市長、負荷になる。これがそのわらみさきさんになる。だけどもう、今の時間は、あれなんですね。そもそも電車がねえからってもう閉まってて。入場開始時刻でこういうふうになって、なかなか独特ですね。だからもう全部閉まってるんですね。乗り換え専用で。これで回収されます。らしいですね。こんな感じじゃ、あたー。集中なんかすっげえな。1日2本。もう観光客用みたいな感じで。で、まあ、普通16時40分までないんで、さすがにそんな時間まで待ってないからね。ああ、とりあえず、この駅で駐車場はできますか？そうだ。兵庫駅ね。あ、そうそう。兵庫じゃなくて、なんか兵庫なのかな？なんか歴史はある感じですし。まあ、どうしても隣に神戸駅があって、そっちの方がやっぱ中心駅なのかな？言われてくる。よいしょ。よっしゃ。出発やばい、ちょっと降りてみよう。あの線ずっと開かんのやね。ああ、遅延ずっと出てるみたいですね。で、地図で見るとこんな感じか。ちょっとレトロ。あ、歩いて行ける距離がないみたいなんで、まあ、ちょっと歩いてみようかな。まあ、とりあえず、ちょっと、ちらっと歩いてみればいいけど、南の方に行きゃいいのか。南の方に行ったらいいみたいやな。あれ、雨降っとる？まあまあ、雨降っとる。雨が降ってると話が別だろ？降ってる？まあまあ降ってんな。ああ、とりあえず帽子かぶるか。あ、ここまで強くはならなさそうなんだよな。あまり強くならないことを祈って、これで行こうか。南側に出てたら、みたい。まあ、言うてでも結構立派な駅ですよね。神戸のなんか中心地ではなかなか難しいですね。どこも結構栄えてるんですけど。一番栄えたのは三宮なのか？今日、この辺りだと。
魚屋道場あるし。前スポーンと抜けて、あ、地下道があるじゃん。兵庫地下。地下道があったらね。地下道脇の系 YouTuber というね。をとぼろかしてるかどうかしちゃって。いい。いい地下道だ。スロープ型だ。この辺りは。すごくやった。ちょっと作りましょう。よし、よし、よし。二段って。そうじゃ、意外がスープ。その前にあるわ。早く見てもらおう。